マクラーレン MP4 から16は、マクラーレンが2001年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーである。前年の MP4 から15が MP4 から13や、MP4 から14の発展型であったのに対して、MP4 から16は、テクニカルディレクターのエイドリアン・ニューウェイが指揮をして、完全に新設計されたマシンである。などのレギュレーション変更に合わせて設計された。 フロントノーズはマクラーレン独自のローノーズコンセプトを止めて主流のハイノーズタイプに変更してきたフロントサスペンションのロワーアームはモノコック下のバルジに接合されプッシュロートリンケージの穴の形状も変わってサスペンションのジオメトリーも大幅に変更されているフロント周りやサイドポット他の空力も見直されたリアウィングも変更しその影響で リアサスペンションも改良をしている。アッパーアームがリアのクラッシャブルストラクチャーにマウントされた新設計である。コックピット位置が大幅に後退し、コックピット周囲の高さもかなり低められていることは昨年まではなかったレギュレーション対策のサイドのフィンからも見て取れる。開発陣では先シーズンでエアロダイナミクス担当のアンリ・デューランと コンポジット担当のスティーブ・ニコルズがチームを去っていたことがマシン開発を進めていく上での懸念となっていた。今シーズンこそ信頼性向上と望んだシーズンであったが、開幕戦オーストラリア GP では未日発起年が25週目に右フロントサスペンションのアームが突然折れ、3年連続の開幕戦リタイアで始まった。ロンデニスが作戦上、 八期念が勝てたレースと語っているが、後に八期念はこの事故で引退について、初めて考えたととろしている。2001年カナダ GP での MP4 の16、3日八期念がドライブここから八期念は、第10戦フランス GP までに、2 0 0に1回の割合でメカニカルトラブルを被り、やむなくチャンピオンシップ争いから脱落した。特に第3戦ブラジル GP、 第6戦をオーストリア GP、フランス GP と3つのグランプリで、スタート時にグリッドから動けずにレーシューリタイヤに終わっている。そして第5戦スペイン GP では、2位に40秒もの大差をつけトップを独走していた、ファイナルラップに入った直後、油圧系トラブルにより、スローダウン、裏ストレート手前でストップしてしまい、シーズン初優勝を逃した。2位走行していた。 フェラーリのミハエル・シューマッハに優勝をさらわれたことは、キネ年のモチベーションを著しく下げた。結果的にキネ年は、第15戦イタリア GP で休養宣言をし、翌年の第12戦ドイツ GP で正式に引退を発表した。一方のデビット・クルサードは、第7戦モナコ GP でポールポジションを獲得したものの、ラウンチコントロールのトラブルでフォーメーションラップに出られず、 最後尾からのスタートとなったことと、第8戦カナダ GP のエンジントラブル以外は、中盤戦までメカニカルトラブルもなく2勝して、ポイントを重ねたが、速さでミハイルシューマッハに差をつけられていた。そして第11戦イギリス GP では、ジョーダンのヤルノ・トゥルーリとの接触事故でリタイアしたことにより、自身でタイトル争いから脱落してしまった。 最終戦日本 GP にドライバーズランキング2位をフェラーリのルーベン・スバリチェロと争っていたが8記年に順位を譲ってもらい3位入賞した。柔度の表彰台を得て自身最高のドライバーズランキング。チームはテクニカルディレクターのエイドリアン・ニューウェイが友人でもあるジャガーのチーム代表兼 CEO のボビー・レイ・ホールに誘われ、ジャガーと契約した。しかしデニスはニューウェイを説得し、 ジャガイリを本位させる騒動が発生し、ニューウェーンをなんとか残留させた。その間、マシン開発が頓挫したこともフェラーリに独創された要因の一つとなった。シャーシエンジンダッシュボードイグニッション、オルタネーターコントロールセンサーデータ解析及び、テレメトリーシステムを管理ドライバーズランキング。ありがとうございます。